綾野剛が主演を務める映画、パンク侍、切られて候、6月30日公開、で、はい。永瀬正敏が演じる猿、大臼のべちんの誕生秘話が、このほど明らかになった。映画、パンク侍、切られて候、で、大臼のべちんを演じる永瀬正敏同作は、町田港の小説を原作に、工藤官九郎の脚本で石井岳流監督が映画化。超人的見学にしてプー太郎の掛け銃の神、綾野を主人公に、次々と癖者たちが現れ、る中、ある隠密ミッションの発令によって前代未聞のハッタリ合戦が繰り広げられる。大臼は人間の言葉を理解し、話すことのできる不思議な能力を持った猿。永瀬は、デッドエンドラン、03、以来4度目の石井組となり、監督が、パンク侍、をおとりになると知り、おお、と思いましたね。すごい期待感でした。そして台本を読ませていただいたのですが、めちゃくちゃ面白かったんです。しかも登場キャラクターが全員個性的なんですが、その中でも面白い大臼という役をいただいて、本当に嬉しかったです、と出演決定時を危機として振り返る。一方の石井監督も、どうしても永瀬さん演じて欲しくてオファーしたんです。と出演を熱望し、そうしたら、やるからには完全に猿になるって永瀬さんからおっしゃってくれたんですよ、と永瀬も気合十分だった様子。とはいえ、毎日メイクにも時間がかかるし、毛皮つけてそこに鎧をつけて、大変な状態なんです。真夏の京都ですから、顔もびっしりと固めてしまうから、汗の吹き出しようもないくらいなんです、と相当ハードな撮影だったようだが、でも本当にビシッと難役を見事にこなしてくれました、と絶賛する。また、クロワ藩の藩主、黒数直人を演じた東出昌大は、撮影現場でダイウスに遭遇した時のことを、初めてお会いした時、口が聞けないと聞いていたので、なんてご挨拶していいのかと思いました。この中に永瀬さんがいるんだろうなと想像していましたね、と明かし、でも数日後に支度場で永瀬さん本人とお会いしたとき、あ、本当に中身は永瀬さんだったんだ、と改めてびっくりしてしまいました、と特殊メイクの完成度の高さに舌を巻く。大臼が身につけている赤い甲冑は、黒沢明作品をヒントに、流浪に、剣心、シリーズなどで知られる衣装デザイナー、沢大志和弘氏が担当。ダイウスの甲冑は黒沢映画、影武者の赤い甲冑にオマージュを込めています。とても印象的な赤でしたので、彼は侍に憧れた日本猿で、ヒーローのような家紋をデザインしています。一番武将らしい家紋ですね、と秘話を明かしている。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。